はい、どうも、さとちゅんチャンネルです。アイビデオさんからね、無償提供で2週間、au の通信網を使った au 日本 Wi-Fi、お借りしてね、使ってみました。で、もうね、すでにね、2日前だったかな、その利用期間の2週間が、過ぎたので、返却させていただきました。もう、アイビデオさんの方にはね、ルーターの方が届いているかと思いますけども。でですね、この2週間ね、使ってみて、その au 日本 Wi-Fi がどんな感じだったかっていう率直なね、意見を、ちょっとしたいなと思います。結論から言うと、ソフトバンク系のルーターと比べると、意外と安定性の方は高いかなと思いました。ソフトバンク系はね、時々ね、通信がこう、極端に遅くなったりとか、あとは途切れたりとか、ルーターの再起動が必要だったりとかっていうことがあるんですけれども、au に関してはそれがほとんどなかったですね。2週間っていう間だけでしたけども。で、もう速度に関してはね、もう圧倒的にソフトバンクの方が早いんですよ。もうこれ倍ぐらい早いのかな、もうちょっと早いのかな、ぐらいの差はあるんですが、やはりその安定感、通信の安定感とかは、au の方が上だったのかなという気が今しております。他にはですね、あとですね、そうですね、IP 電話のつながり、これも、au の方が良かったですね。やっぱり富士 Wi-Fi はちょっとね、遅延はないんですけども、音質に関しては、au の方が良かったかなという感じはしますね。で、皆さん結構ね、気になってるのは、速度制限であったりってことなんですけれども、一応ですね、アイビデオさんからのですね、回答がちょっとありましたので、一応ご紹介しますとですね、ネットワークの、ネットの公平使用原則により、一時的な異常な大量使用の場合のみ、速度の制限がある程度遅くなるだけで、3日10ギガといった具体的な制限はないということです。数値を決めてどうこうってわけじゃなくて、異常な使い方があった場合に、制限を加えるということですね。その異常な制限っていうのもね、やっぱり結構、そのデータ数がでかいわけではないんですよね。例えばカメラファイライブで画質のいい状態で配信したら、もう制限がかかるというところです。でですね、私もね、ひょっとしたらこれ制限かかったんじゃないのかなっていうシーンがいくつかあってですね、だったんだけれども、これ結論から言うとですね、使えちゃってるんですよね。これかかったとしても、うちの場合は、もともと格安 SIM でネット環境を運用したので、それに合わせた、パソコンなんかもスマホも、そういう環境になってるんですね。なので、遅くはなってるんだろうけど、使えるという感じですね。別に動画は見れる。動画は上げれる。ネットはできる。メールは送れる。SNS もできるっていうことで。なので、ハード、レスポンスとかがね、大容量、レスポンス、そういったのが要求されるようなシーンでなければ、多分、規制がかかっても、ちょっとしたら気づかない人もいるんじゃないかなと思いました。僕もその中の一人だったわけですね。これも規制がかかってたのか、かかってなかったのかって、今振り返ってみると、どうだったのかなっていう感じでしたね。au をね、引いて、すぐに高画質乗って長時間ライブ配信してみたんですけれども、その翌日、翌々日、ちょっと様子を見たんだけども、とりあえず分からなかった。ひょっとしたら制限があったかもしれないけども、分からなかったっていうのが結論ですね。速度チェッカーで見ると、これちょっと下がってんのかなというようなところもありましたね。例えば、最高でね、2メガとか3メガとかしか出ない下りでね、そういうのもあったので、多分これが通信規制なのかなというような感じです。でも
格安 SIM からすると、例えば1メガ出てるだけでも十分通信できたりするんですよね。なので、まあ、ちょっと分かんなかったっていう、感じですかね。はい。というような感じです。はい。なので、まあ、エリアとかね、まあ、安定性とかを重視されるのであれば、まあ、au っていう選択肢は、まあ、ないとは言えないなという感じです。はい。ただ、つながるとこだったら、もうね、ソフトバンクの方が圧倒的に早いので、これはね、いろいろ皆さんの、ね、使用環境に合わせて、選ばれるといいと思います。もう、だから、まあ、モバイルルーターって言っても、ほとんどね、うちで使ってて、もう固定回線の感覚で使ってて、もうソフトバンクがつながると言うんであれば、もうソフトバンクもうでもう OK だと思います。まあそうじゃない方ね、まあ、例えば持ち運ぶ機会の方が多いとか、あとは電波の入りが、エリアがね、ちょっと入らないとかって時に、まあ au を選ばれるというような感じなのかなと、思いました。はい。でですね、最後にですね、実はこのね、クーポンをね、もらいまして、これ何かというとですね、6月30日まで、使えるもので、100円引きになります。初月のね、契約費が100円引きになるので、契約じゃなかった、月額料料か、100円引きになる、そのクーポン番号をね、動画の概要欄に貼っておきますので、ね、アイビデオさんのね、まあ、ルーターを契約したい、レンタルしたいなという方ね、まあ、ぜひご利用ください。これね、動画の説明欄の方にリンク貼っておきますのでね、ご利用していただければと思います。はい。ということでですね、au 日本 Wi-Fi、アイビデオさんのね、2週間使ってみた感想をですね、動画にしてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。さとちゅんチャンネルでした。